バレエを3歳の最後の方から始めていて、なんかお買い物に行ったりしたらとりあえず曲が流れてるじゃないですか。でその曲になんか乗って体を動かしたりしていたので、なんかその両親が言い訳くあのバレエとか基本的なところを学ばせてやったら何か生まれるんじゃないかっていう。歌の審査だったりジャズダンスの審査だったり、そのやってやるって気持ちで行った割にはそのちゃんとやっぱりすごい上がってしまってやりきれない部分があって、とりあえず毎回の審査でちょっと涙をなんか一人で流してしまっていて。私はクリスティン・ユーリッチ、クリスティン・イブリン・ユーリッチ。自分でも言うのはなんなんですけど、やっぱすごいクリスティンと自分が似てるところが多くて、まあ、歌も習いたりしてたんですが、うまくやっぱりなんか努力もしつつも全然音が取れなかったりっていうのが自分の中で結構苦戦していて、でもやっぱり憧れてしまったのが、憧れた方があのダンサーではなくそのシンガーの指揮の方の、あの歌専門でいらっしゃる方をすごいもう大好きになってしまったりとか、すごいどもってしまって上がり症っていうのを私がすごく結構似ていて、からなんかその変にその意識しなくても勝手に上がってしまう自分がいるので、その結構なんか共感しやすくやりやすい役かなと自分で思っています。ありますね。はい、春役の菊池さんとの掛け合いも大事になってくるので、夫婦としてのなんかその感じがやっぱり私は一番ちょっとクリスティンとして掴みにくいところだと思うんですが、でそれをなんかね周りの方から、うん、2人で1つっていうのをとりあえず大事にっていうのを菊池さんともお話しさせていただいて。もうとにかくあのなんか 驚くことしかなくなんかあの嬉しさを通り越してもうとりあえず頑張らなきゃっていう、なんかそのなんですかね今になってやっぱ思うとすごいもう本当に感謝の気持ちだったり、もうとりあえず今できることをとりあえず頑張ろうっていう気持ちでいます。はい。